全日本学生自治会総連合の歴史では1948年に結成された日本の学生自治会の連合組織である全日本学生自治会総連合の歴史について説明する学生運動の復活上の高等女学校での同盟休校第二次世界大戦中に壊滅状態にあった学生運動は1945年は秋から復活した 社会科学研究会、学生図書協議会の運動、大学生協の結成などがその講師であった。1946年5月には、学徒救援会、文部省の推進により連合国軍、最高司令官総司令部の公認を受けて、学生の住宅確保のために、学生会館が設立された。これらの動きは、当時の学生が対面していた学問に接する機会の欠乏。 物資と収入の欠乏、民主主義の欠乏への問題意識に突き動かされたものであった。その担い手は、勤労動員や学徒出陣から学校に戻ってきた学生たちであった。これらの生活づくりの動きと並行して、学生の政治運動の再建として1945年9月から学園民主化闘争が起こり、これが学生自治会の出現を準備した。 水戸高校での軍国主義校長悲免、進歩的教授復職を求めるストライキ、両老城闘争が校長らの悲免と処分中の教授の復職を勝ち取ったことをはじめとして、上野高等女学校、東京物理学校、北海道大学、東京工業大学、静岡高等学校、早稲田大学、東京女子大学、佐賀高等学校、東京産業大学、日本大学予科、 王政大学、立命館大学、立教大学、大阪商科大学、京都大学、中央大学などで学園民主化闘争が戦われ、その中で社権や自治会の結成が進んでいった。その目指すところは、軍国主義教育の批判、一転して民主主義に転ずる教師の無節操の批判であり、スローガンは、学園報告団解体、先般教室違法。 民主的教員の復帰、学生組織の結成などであった。ここにおいて出現した学生自治会は戦前に存在した個人加盟の団体とは違い、全学生の全員加盟とする新しい自治会制度の確立を指した。1946年5月、早稲田大学学生大会が自治会規約を可決、当局もこれを承認したことから全国で 初めての全員加入の学生自治会が結成された。この時期の運動は、戦前の男子、国立大学中心であった、学生運動とは異なり、私立、女子校においても発生したことに特色がある。GHQ の後押しから、この時期の闘争は、学生側の勝利に終わることが多く、これらの闘争の過程で、運動のための言論の場としての学生新聞、雑誌の復活が、 相次いだ。その他、滝川幸都市、田中幸太郎、末川博士などの戦時中に、公職から退けられ、民主化の中で大学に復帰した、教授陣が学生と対立する場面も見られた。日本共産党の制度をこのような戦後、学生運動の最初の紅用の中心は当初は、学園に戻った学生の純粋な反発、 批判が中心であったが、その後復活した日本共産党にいち早く参加した学生党員や新派層が運動に拍車をかけ、彼らは組織者として生活と地の困窮に悩む学生を精力的に組織することで運動を拡大していった。しかしながら共産党中央と学生党員との間にはこの時点で溝が生まれつつあった。党中央は学生の大衆運動に対する 理論的な評価、位置づけを付することができておらず、また学生を指導できる人材も存在しなかった。当時の党の公式見解としては、学生は階級的不動分子であり、プロレタリアートに指導されて、初めて階級闘争に寄与する、いかがわしい存在であった。そのため、党中央は、学生運動の爆発を、心よくは思っておらず、これが後に、 学生党員との圧力につながっていった。党は学生組織として1946年2月に日本青年共産同盟を結成し、青友、東大藩を皮切りに全国大学に大学藩、社権を結成していった。1946年までにブロック組織としての学生連絡協議会が生まれ、これが 学生政治協議会のような全国的組織へと発展していった。同月には学生生活協議会も結成を見ている。5月26日には戦後初めての滝川事件記念祭として京橋公会堂で学生社会科学研究会連合会の主催で全国的な大会が催され、学生自治組織の確立、学生民主化戦線の即時結成などが決議された。 これを受けて、6月に学生自治会連絡会が組織された。前述の早稲田大学の全学自治会結成をモデルとして11月、学生自治会連絡会は開組され、学生自治会の連合体である全国学生自治会連合が発足した。1946年秋になると、電算葬儀を境として、生産管理闘争は弾圧により加工線をたどるようになり、 労働運動は共産党指導下の全日本産業別労働組合会議に組織されたストライキ闘争として戦われるようになった。この中で学生党員らは2.1ゼネストの敗北まで労働運動の中にオルグとして動員され学生社会での運動は二の次のものとなっていた。ゼネスト前日の1月31日には人民広場と称されていた皇居前広場において 関東連合学生大会を開き、40校2万9千から3万人がデモを行った。2.1スト敗北後間もない2月7日、占領軍民間情報教育局は、学生が実地の実験室から乗り越えて、学校行政に不当介入することは排除されねば、ならぬとの覚書を発した。これは GHQ が、これまでの方針を転換し、文部省の政策に同調して、 学生自治を実験室に抑え込むことを支持するということを意味していた。各大学では学生の処分、反政府的な教職員の排除が行われ、これをもって学生運動は戦後初めての体調期を迎えることとなる。この敗北による挫折感と弾圧の開始は学生活動家にも大きな影響を与え、授業料値上げ反対の学生大会すら、 お流れになるというような状況も現れていた。この間、日本共産党は学生党員に学園へ戻れとの召喚令を出していた。第1回全国大会1949年2月4日、中央大学結成占領軍と政府による一体となった弾圧と前衛党の無意無策によって、学生運動は一時沈退することとなったが、1947年の 間に進んだインフレによる授業料の高騰、生活期に対する値上げ反対闘争から徐々に復活していった。全国学生自治会連合は1948年4月の全国代表者会議において授業料値上げ安定会、不払い体制の強化、文教予算及び育英資金の増額を決議し、授業料値上げは学生生活を圧迫するのみならず大学教育を 富裕層指定のみのものにしてしまうと総括した。当時は学生の親にはほとんど学費を捻出する余力はなく、学生がアルバイトするにも働き口がないという状況があった。ここから学生運動は不払い運動として活発化を見せる。5月25日、関東学生自治会連合は教育復興宣言を発表、6月1日には、 国立大学高専自治会連盟と共催で日比谷公会堂にて教育復興学生決起大会が開かれ6000人の学生が討議、教育防衛復興闘争として同盟休校を受け継ぎこれをきっかけとして全国観光立大学高等自治会連絡会が結成され全国の大学に授業料値上げに反対する一斉ストライキデモが広がっていった東京では 連日波状デモが行われ、26日からは114校20万人が参加する全国ストライキに突入するなど戦後、学生運動史上最大規模に激化した不払い闘争であったが、文部省による交渉打ち切りと国会での予算通過によって、学費の3倍値上げを阻止できずに終結した。しかしながら、この闘争の中から、反動教育政策打破という学生運動の 質的転換が発生し、学生たちは全国的な連帯が勝利をもたらし得るという教訓を得ることとなった。7月3日、58校が参加する学生運動の全国的統一組織結成の準備会が開かれ、さらに7月6日には138の大学、高専の代表者400人による会議が東京大学で開かれ、全日本学生自治会総連合の結成を、 決定した。9月18日からの3日間、東京第2市半総大、東京商大と場所を移しながら全学連、結成大会が開かれ、145校の大議員250人が参加した。この大会は、スローガンとして、教育のファッショ的植民地再編反対学問の自由と、学生生活の養護学生アルバイトの低賃金と、スキャップ反対ファシズム反対。 民主主義を守れ青年戦線の即時、統一エログロ文化反撃、民族、文化を守れ、学生の政治活動の完全な自由を採択した。この結成大会で選出された役員は、中央執行委員長、竹やきお、福井委員長は、早稲田大学の学生、初期長は、東京大学の学生であり、事務局は東大に置いた。東大と、総大から、 執行部が選出された背景には、共産党細胞が強固であり等の理論と現状分析が徹底していたことがあり、後にも歴代の全学連指導部にも両校の出身者が多数を占めることとなった。1948年末時点で加盟校266、構成員222,581人であった。文部時間通達とイールズ生命学生の前で、 演説する、竹やきお委員長6月の全国学園ストと9月の全学連結成を受けて、10月8日文部省は、時間名で政府の学生運動に対する初めての方針である、学生の政治活動について通達を発し、この通達の学校派学問教育の場であって、政治闘争の舞台であって離ならない。かかる秩序を、 ダンス用な学校内の政治活動派挙さるべきではない。特定の政党の支部また派の二類、する学外団体の支部を学内に持つこと派極力回避さるべきである。という内容は、その後各大学の学生運動対応の指導原理となった。第二組合として、私学連が結成されたが振るわなかった。長野主犯学校では、細胞の解散、 自治会の全学連からの脱退を強要し、学校内外にかかわらず政治活動を行わないという制約書を学生に書かせ、従わない29学生を退学などの処分に付し、これが戦後学生運動史上初めての大弾圧事件となった。このように、時間通達を受けて、各大学が共産党細胞を解散する最中、文部省は大学法案要項の国会提出を図った。 国立大学学長会議、日本学術会議、日本教職員組合が反対を表明する中、全学連は独自の大学法案を発表し、それとともに、九州学連を先頭に、全国的なストライキをもって、反対闘争に打って出た。この中で、学生運動民主化同盟による、反全学連運動も少数ながら発生した。全学連は大量処分に対し、ゼネストで対抗したが、 これは日教中央の路線とも相入れないものであった。それらの反対運動によって政府は大学法案の上帝を断念し新たに設置された大学管理法起草協議会は全学連からも意見調取をすることとなり全学連は結成後最初の闘争で勝利を収めた。この頃までは労働運動や農民運動とは異なり 学生運動に対しては政府による組織的な解体策動は存在しなかった。イールズ生命反対闘争朝鮮半島情勢の緊張に伴って強められた反共政策の一環として、1949年4月に吉田内閣は団体登記政令を交付、施行し、レッドパージが開始された。占領軍も反共、学生への弾圧を強め、 7月19日の新潟大学を皮切りに CIE 顧問のイールズを全国大学に派遣し赤色教官とスト学生の追放を訴えさせた共産党は学生に同盟投稿を命じ全学連中央闘争委員会はレッドパージに人民と共に教育を防衛するべくゼネストを持って戦うことを決議した各大学ではこのイールズ生命への学生による 反対闘争が巻き起こり、全学連は、全面講和と、全占領軍の撤退、イールズ生命反対、レッドパージ反対のスローガンを掲げて、ストライキで戦った。5月28日から30日、将大行動での全学連第2回大会では、1ストックホルムアピール100万人署名を中心にした、平和擁護運動に軍事基地反対、全面講和、 全占領軍撤退闘争3イールズ生命撤回、レッドパージ反対闘争4授業料、育英資金、その他部分的要求の闘争語学生戦線の統一、老学共闘の強化の方針を決定し、国際学連への加入手続きも取った。この反対姿勢によって、8月に全学連は団体登記制令適用を受けることとなる。1950年に入ると、 朝鮮戦争勃発に伴いデモ禁止や、レッドパージが行われる中で、全学連は、非常事態宣言を発し、平安放送を通じて、朝鮮の学生にメッセージを送るなどした。また、9月から10月にかけては、レッドパージ反対のために、9.30コマ場をはじめと、する試験のボイコットやゼネストを実施した。各大学当局はロックアウトによって、 警官隊との衝突を回避しようと試みたが、反対運動は静まらず、天野の文章はついに大学内のレッドパージを撤回することとなった。ただし、この闘争の中で、早稲田大学事件での処分や中央大学などの脱退などがあり、全学連の闘争は表面的な華やかさを失いつつあった。全国で2万人以上とも言われるレッドパージが吹き荒れる中で、 学生運動のみが勝利を勝ち取ったとされる。これは、大学の違い封建的地位と、運動の爆発的功用に起因するものであった。1949年11月2日から3日、大熊高堂で開かれた第3回大会ではすでに、日教中央と全学連との会議が見え始め、関東大議員の70%が、日教の大会中止指示を受けて、大会を欠席している。 初期の全日本学生自治会総連合は、日本共産党の強い影響の下で、反、レッドパージ闘争、朝鮮戦争反対闘争、全面講和運動などを行った。この時期に、全学連で活動した者には、後の日本共産党議長、不和鉄三と副委員長、上田光一郎兄弟。 あとの日本社会党副委員長の高沢虎を第3回全学連中央委員会で委員長に選出され、兄弟天皇事件を引き起こした米田豊明や映画監督の大島渚田中角栄秘書となる早坂重造などがいた。国際派と所管派の党内対立警官ともみ合う全学連のデモ隊、全学連の結成によって、 日本共産党中央党学生党員との対立は再度表面化した。学生のエネルギーが高揚する場面では、党中央は中心的な学生党員に極左トロツキスと全学連党的傾向、グループ主義的変更、インテリゲンチャ的傾向などの批判を加えて闘争の拡大に待ったをかけるようになった。前述の大学法反対闘争は全学連抽出が 党中央からの制度を受けている最中、中央からの圧迫のない九州の学生が口火を切ったものであった。当時日教中央は学生運動を階級闘争そのものではなく革命の条件づくりであると捉え、民主統一戦線の一翼としての地域人民闘争に重点を置いていた。一方で全学連の指導部は学生が社会的階層として存在している以上は、 学生運動は反対性運動となり得るという、層としての学生運動論、学生は労働者と同盟し殺菌じるという先駆性理論を支柱としていた。後に現れる、該当劇突主義はこの理論が現実に現れたものであるとされる。1950年、家宅捜索を受ける全学連本部1950年1月7日、コミンフォルムが日本共産党を批判。 日教はこれに反論する、書簡を発したが、批判を利用して、党中央の権威主義的傾向を批判する者も,も現れた。3月、全学連中央は、日教中央を批判的に総括した論文、最近の学生運動を発表した。これは、宮本賢治のボルシェビキ的指導を賛美し、野坂33、伊藤忠だら書簡派を批判する内容であった。 この意見書はまた、宮本の指導で闘争に立ち上がろうとする全学連に、対して、西沢雄二、五殿主一らが、極左トロツキスと、全学連等的傾向、ストライキマン的変更と批判し、大学法案反対ゼネストに対して、志賀主義が、大衆から浮くとして、ゼネストを禁止したこと、党中央の官僚主義的傾向、反米。 帝国主義打倒を強調しないことを右翼日よりみ主義的であると批判した。4月10日には、総大細胞が2.1ゼネスト中止と地域人民闘争を死闘主義的と批判する壮大意見書を発表した。5月5日、党内の格乱を起きとしているとして、日教東京都委員会は全学連細胞と壮大細胞、東大細胞を解散させた。 日教中央は6月27日の臨時中央委員会で中央に批判的な学生党員38名を除名、東大教養学部細胞を解体した。全学連は GHQ 政府と日教中央という2つの敵と対峙することとなった。こうした中で全学連は前述のレッドパージ反対闘争に突入したが、党中央はこの闘争を全く評価しなかった。 この頃主流派イコール所管派と反主流派イコール国際派との党内闘争が激化する中で所管派にとっては自派に従わないものはすべて半党分子であった。学生党員は東上総部とは相対的に独立して行動していたが党主流に敵対するものとみなされた。この頃の全学連グループには他系の他に力士定一、安藤陣兵衛、沖浦和光、 とつかひで高沢虎を、上田光一郎、不和哲造、土本のりあきらが存在した。党中央と全学連との対立は、理論、運動の両面で明らかとなり、5月の第4回大会では、中央からの身の回り主義と地域人民闘争主義の意見を跳ねのける姿勢を打ち出した。半島文子とされ除名された学生党員たちは1950年末に、 反戦学生同盟を結成し全面校は反戦、反米運動を行った。この頃、党内ではスパイサモンが激化、全学連でも反中出派の伝疲と学連委員長らによる中出派の非面運動が激化していた。極左冒険主義路線検挙される山村工作大戦951年8月22日。 コミンホルムが4全教支持の論文を発表したことから国際派は所管派に屈服していった。そのような情勢の中で日教午全教が10月に開かれ、来たるべき革命の性質は植民地革命、民族解放民主革命であり、民族解放民主革命のための農村ゲリラ戦路線が決定された。そのために山村工作隊、中核自衛隊が創設された。 この路線は、大衆運動との結合という視点を書いており、学生戦線の勢いはこれにより急速に衰退していった。この時期までに、京大天皇事件、東大ポポロ事件、渋谷事件が発生している。多くの学生活動家は、日教路線に追従し、従わなかったのは、竹ら二十数名の少数派のみであった。北海道学連や関西学連は、 国際派の影響下にある全学連から分裂して、第二全学連を結成することを呼びかけた。地の名デ事件全学連の指導下で史上初のストライキに臨むお茶の水女子大学学生1952年1月27日に、進行量が正式に採択されたことにより、日経は3月3日に抽出を罷免した。これは、前年より、東京、関西、 北海道の地方学連が中出不信任を決議し、臨時大会を開くことを要求したことに伴い、大会と同じ権限を持つ拡大中央委員会が開かれたことによる。この第1回、広務注意では、竹井執行部は学生の要求を取り上げず、分裂を煽り、学生の行動を踏みにじったという不信任案が提出され、第2全学連結成を呼びかけたり回避を、 意識的に滞納した北海道学連、関西学連への抽出からの反駁があったものの、地方学連の指示により可決され、玉井ひとし以下次会大会までの臨時執行部が選出された軍事路線に従う、新執行部を据えた全学連は、極左冒険主義路線へと突き進んだ。反戦学同派は、軍事路線に断固として反対しており、中国革命方式のサルマネは、 決定的誤りであるとしていた。自己批判して党に戻った活動家たちは火炎瓶闘争の前線につけられた。軍事路線は大衆運動への犠牲と弾圧を招き、路線に反対する学生たちの離反もあったことから1952年6月26日に2年ぶりに開かれた第5回大会には54大学のみの参加となった。この大会は玉井一氏を 委員長に選出、武井、安藤、吉田吉美清志、津島香る、山中明ららは正式に除名処分を受け、反戦学童は解散を決議された。機関誌である日本学生新聞学生評論は廃刊され、新たに祖国と学問のために学園評論が発行された。1953年3月の第四回拡大中央執行委員会では、 極左路線への自己批判要請が提起され、6月の下谷公会堂での第6回大会では選挙権に関する自治庁通達反対闘争、浅間、妙義、内灘基地反対闘争と企業運動を採択し、極左的傾向は弱まったが、依然質的転換には至らなかった。この大会では一時主流派学生による反主流派臨時事件も発生している。 この頃全学連内では武装闘争への沿線ムードが漂い始めていたという。アジア太平洋地域平和会議を受けて、諸国民平和会議に向けて全学連と和田積会の共催で、日本学生平和会議が催され、吉田内閣への抗議決議などが採択された。1954年から55年にかけては、平和構成の機運の高まりにもかかわらず第7回大会で、 ゼミナール運動、生活と平和のためにというピント外れのスローガンを掲げ、さらに運動は停滞することとなった。極左路線の総括一つなしに方針が大転換したことに対しては大会の参加者からも批判が噴出したという。軍事路線と入れ替わりで歌声運動が推進されたことにも多くの活動家が疑問を呈したという。 1953年から1955年にかけて、気境運動、授業改善、スポーツ交流、全日本学園復興会議などの路線を、学生党員は戸惑いを持って迎え、一般学生からは、大衆を愚弄、別視するものと受け取られた。学園復興会議は、中央委員会の決議により11月8日から12日にかけて、 京都にて開催されたもので、学園復興に関するシンポジウムと討論会がその主題であった。この課中、京都大学で集会をしていた学生が、学園復興会議に出席するために移動し、鴨川を渡り河原町通りへ出ようとしたところ、不法デモであるとして、警官隊が工人橋を破壊して、学生もろとも河原のへ墜落させる事件が発生。学生が、 警察に抗議したところ200名の武装警官による催涙弾、警棒による襲撃があり、さらに数十名の重軽傷者を出した。全学連内ではその後もセクト主義は依然として健在であり、総点検運動と称して革命的警戒心に基づくスパイ狩りが行われた。六全教六全教と共に開かれた日本共産党33周年。 記念式典第9回大会1955年7月27日、日教は第6回全国協議会において軍事路線を自己批判したが、このことは軍事活動に命を懸け、革命は近いと信じていた活動家たちにとって深刻な打撃を与えた。極左冒険主義とセクト主義の自己批判はなされたが、右翼的政策路線の総括はなされなかった。 大学の学問は、ブルジョア的御用学問であると言われ革命のために、自分の将来への希望を捨て、命をかけて、武装闘争に励んでいたものが、急に、学生は、理論で貢献しろ、学校へ帰れと言われたのである。学生党員の多くは、新方針を受け止められず、大学に帰るも馴染めず、献身的なものほど悩み、ノイローゼになるものや自殺するものまで現れ、 自治会活動も賃貸することとなった。日教の方針転換を受けて全学連第7回、中央委員会は自治会サービス機関論を規定し、その7中イズムのもと、歌いたいというみんなの要求、歌声は平和の力を合言葉に、歌と踊りのフェスティバルを路線化し、トイレに石鹸を備え付けるなどの運動を展開したが、多くの学生はこの方針に従わなかった。 1956年の第9回大会は学生運動の混迷を自己批判し、再び大衆的政治運動路線へと乗り出した。身近な要求を満たせという七チューイズムが批判され、平和擁護運動が全面に出され、総としての学生運動が階級闘争の一翼であると規定された。この大会では、加山健一が委員長に選出され、後の 老学提携、先駆性理論につながる国民各層との提携、先駆的役割の提起が行われた。この八注意、旧大会路線は層としての学生運動論を受け継ぎ、階級闘争の一翼としての学生運動の飛躍を目指すものであった。砂川闘争における全学連の隊列アメリカ大使館にデモをかける全学連この年、 第9回大会方針としての、原水爆実験反対、小選挙区政法案、教育参加者粉砕と共に取り組まれ、立ち直りの契機となったのが、砂川基地反対闘争であった。第2次測量阻止のため9月に、現地闘争本部を設置し、地元の農民や各種団体と共闘して、世界帝国主義の反動政策粉砕に3000人もの、幅広い学生が結集した。 鳩山内閣は測量中止を声明せざるを得なくなり、全学連にとってレッドパージ闘争以来の勝利となった。6月3日の第10回大会は学生独自の大衆闘争路線を承認したものとなり、その後の闘争は前年を倍するものとなった。しかしながら56年の砂川闘争の総括をめぐって指導部間で、 現地指導部の学生がイニシアチブを握って戦われたという意見と残留抽出の砂川闘争は極左冒険主義であり社会党に利用されたものであるが民主勢力の圧力や社会主義の優位が大きな力になったという意見とで2分した。両者の対立はジグザグデモかオンパレードかストライキか事業放棄かというような闘争戦術の 細部に関する議論にまで発展することとなった。この対立が表面するしたところに、ハンガリー事件が発生、さらに12月に、トローツキスト集団である、日本革命的共産主義者同盟が発足して、学生の共感を集め始めていた。この頃の全学連活動家は、必ずしも反ソ連ではなかったが、ソ連と東欧をめぐる情勢とそれによるソ連への、 不信は自立した運動を作り出す基盤となった。この間の十一月六日に発行した全学連通信では、十回大会で前任した共産党中央の幅広闘争主義に対して批判しており、全学連内での変化の前兆を見せていた。共産党中央からの離反百五十八年一月、日教東大細胞の帰還しマルクスレーニン主義に山口一里による、 論文、10月革命の道と我々の道、国際共産主義運動の歴史的教訓が掲載された。これは、日本共産党と国際共産主義運動を総括しようとしたもので、学生党員に大きな影響を与え、中央への批判再燃の引き金となった。山口論文は、日教が32年程度と、第二次大戦の階級制に無理解であったこと。 2.1ゼネストにおいて、階級闘争の課題を逸らしたことを指摘した上で、日教の民族民主革命論を、ロシア革命の解釈にまで遡って、系統的に乗り越えようとしたものであり、スターリン批判を踏まえ、スターリンとレーニンの理論の食い違いも指摘するという内容であった。これに影響されて、東大細胞は、中央の戦略に対する批判を採択し、 党内での理論闘争を強化することを宣言した。山口論文は約1年後には学生党員グループのコペルニクス的展開をもたらす直接的な契機となる。中央との対立は決定的なものとなり、勤務表情反対闘争のさなかに行われた第11回大会は後の学生運動における各セクトを生み出す発端となった。 大会前日の5月27日、反戦学生同盟の発展的組織として、社会主義学生同盟が結成された。総としての学生運動論に立脚し、学生運動の先駆的役割を実現するべく、学生のみの階層的団体として結成されたもので、社学堂の考領は、日教の新綱領とは対立する内容であった。これは、 日教中央の民主主義革命を明確に否定し、社会主義革命を施行するものであった。5月27日から31日にかけての大会では、幅広いズムと判定、民族民主統一戦線論と日本独占ブルジョワジーダ討論が対立点となって、日教中央に忠実なものと批判的なものとが激突した。森田中室の資質をめぐり、教育大 黒田、神戸大、石井、総大、高野らの大議員が、議長席に詰め寄り執行部ともみ合いとなる場面もあり、地方から来た大議員たちは、何のための争いであるのかさっぱりわかりかね、単なる派閥争いと判断せざるを得ない状況も存在した。大会は批判派が制し、中央を支持する者は、右翼反対派として退けられた。終了後、 大議員グループ会議において、党中央への不信任が突きつけられ、一時トロツキスト派の学生と党本部員との物理的衝突が発生した。党中央が学生への自己批判を求め、全学連側は、党上人の暴力は党な民主主義を妨げるもので、あり、党は正しい指導性を発揮せよとの胸の上申書を提出し中央を批判、これを受けて、 日教中央は7月7日に学生党員の大量処分を下した。この第11回大会で確認されたのが学生運動選区成論であり、これは学生運動がプロレタリアートの解放運動の成否と不可分一体と規定し、かつ全英不在という状況の中で学生が自ら ステイシュとなって先駆的に展開する闘争が起爆剤となって人民に戦いの方向を示すというものであった。1958年9月4日、第12回臨時全国大会が開かれ、右翼反対派の理論的実践的破綻を示談し、資本主義世界体制の危機が迫っていること、金票反対闘争は反動との決戦の焦点であることを確認し、ここに、 半日とも全学連が確立した。香山島山口門松行商、富岡舞を佐久間元をはじめとして、次々に除名された党員たちは、組織的に党から決別し、12月13日に共産主義者同盟を結成した。共産党は当初は弱小組織であったが、次第に日教に不満を持つ全国の学生が結集し、一時は、 大阪府学連と兵庫県学連を除くすべての学連が日教を離れ、文都全学連に組みした彼らは、川共同の黒田寛一などのトロツキズム思想の影響を受けながら、日教中央から別党コースに転じた者たちであった。特に黒田の思想は、梅本克美の主体正論を受け継いだ面があり、これは共産党への信頼が完全に揺らぎ全学連の 各個人の主体性が問われる中で学生らに受け入れられていった。一方で川共同は共産党が自分たちの理論を表説したとして非難した。12月13日に開かれた第13回大会では川共同が台頭し委員長には塩川義信が選出された。この時川共同メンバーは同時に共産党にも加入していた。この大会の報告は 川共同の理論が強く押し出されていた。1959年1月1日、日本共産党の危機と学生運動と題する全学連意見書が発表された。これは共産党の公認の指導部が日和民主義、ブルジョア民主主義、官僚主義に支配されてしまったと規定し批判したものであった。60年安保60年安保1960年6月18日、 軽食法闘争が反対派の勝利に終わった後、政府は日米安全保障条約改定に動き始めた。全学連は1959年4月2日の安保改定阻止青年学生共闘会議の結成に参加した。全学連内部では安保改定を日本帝国主義の復活とみなす中出派と対米従属を深めるとみなす日教系とに分かれ、 また中室派も川共同系と共産党系とに対立したまま闘争に参加することとなった。6月5日の第14回大会では、過ロウジ・太郎を委員長とし中室を共産党系が独占し、社学堂内でも共産党がイニシアチブを取った。この大会では、過ロウジ・水武雄タ平均21歳という史上最年少の指導部が成立した。 日教系の学生は、全学連指導部を、学生戦線を平和民主勢力の前線線から、孤立させる役割を果たしたとして批判する提起を行ったが、後の構造改革派につながる発想を含んだものであった。8月26日、川協同が分裂し、川協同全国位は、共産党と組主流派に残留した。11月27日、 全国ゼネストに2万人の学生が参加、警官隊を突破して国会に突入し、校内集会を行った。社協は共に遺憾の意を表明し、日協はトロツキストの挑発と非難した。1960年1月16日、全県団と米祖師のため羽田空港ロビーを占拠し、カロウジ以下76名が逮捕。このことは無駄な犠牲を出したとの批判を受けたが、 同時に安保に対する国民の関心を高める役割もあったとマルクス主義学生同盟が結成された。2月の第22回中央委員会では、徳江和夫以下8人の川共同関西派系中出が罷免され、3月16日から17日にかけての第15回臨時全国大会では、川共同関西派と日教系の大議員を罷免。 共産党と少数の川共同全国による支配を確立した。これを受けて、反主流派は、東京都自治会連絡会議を結成し、全学連に対抗する運動を展開することとなる。4月10日、日経港区区委員会が、組織ごと共産党に加入する。これを受けて日教は運動の暴走を懸念し、いわゆる、お将校でも路線を取る。4月に、 全学連主流派がゼネストを結行したものの、5月20日未明に、新安保条約は強行採決された。強行採決以後、街頭は連日でもの人並みで溢れ返り、6月10日には、労働者との共闘で、ハガチー事件、6月15日の第18次統一行動日には全学連国会、突入事件が発生した。174人の逮捕者を出した、この事件で、 東大生の神馬道子が死亡する悲劇も起こった。安保条約自然承認日の6月18日、闘争は頂点に達し4万人の民衆が座り込みを行っていたが、この時にはすでに全学連を指導すべき立場だった。共産党はほとんど解体している状態であり、訴えられていた、再突入はできないまま、新安保条約は承認された。 60年安保における文と全学連の無方針と自滅戦略は規制左翼よりも一方だけ左を施行したゆえに発生したゆえのものであった。これには全学連内からも批判があり、東大教養学部自治会委員長であった西部進むに至っては、日教徒の構想ばかりの文と指導部の無方針を忌避して北海道に帰省した。 60年安保と文都全学連の出現はしかし、日本の階級闘争に対して、全英闘神話の崩壊を告げる役割を果たした。吉本隆明は後に、文都全学連が、戦前派の指導する犠牲全英に、自ら戦い、戦いを方向づける能力がないということをカンプ、亡きまでに明らかにしたと評価している。7月4日から7日、全学連第16回大会は、 主流派が日教系、川共同関再派系を締め出したため分裂大会となり、日教系の反主流派学生は全国組織として全国学生自治会連絡会議を結成することとなった副議長野口武彦、事務長松本淳一。共産党は7月の全国大会で解体状態にあることが明らかとなり、全学連初期局グループのプロ通り派、 老体グループの選挙派、東大細胞などの川通り派、共産主義の旗派に分裂し、安保分とは崩壊した。結成以来全学連を唯一の統一大衆組織としてきた学生運動はここに決定的な分岐を迎えることとなった。分と崩壊後の全学連再編60年安保闘争の敗北後、全学連の運動は急速に停滞期を迎える。 中心的活動家の中には消耗して戦線から離脱する者が出現し、大衆も大闘争を戦ったことへの安堵感と疲労感が広がり、運動は公用を見せなくなった。1960年に打ち出した池田治安内閣だとスローガンの下での東格闘争では全学連が方針や位置づけに関して迷走していることが露呈し、活動家の先衛的なアジテーションや方針が かえって混迷を深めていくという事態に陥っていた。1961年春の政治的暴力行為、防止法案反対闘争になって、60年安保とは比べ物にはならないにせよ、学生運動が一定の功用を再び見せ始めていた。文都崩壊後の全学連を握ったのは、丸学堂であった。これは、崩壊した共産党のうち、全学連初期局の主要なメンバーが、 丸学堂に移行したことによる。また、1961年4月の第27回、中央委員会時点で、丸学堂の大議員は10名であったが、全学連解体の危機を訴える丸学堂が、指導権を握っていった。第17回大会直前の1961年7月7日、社学堂、河、共同関西派、社政堂の三派は鶴屋旅館で会合を持ち、 丸学童に反対する立場で一致したが、具体的な一致点を乱すことはできなかった。第17回大会では、反主流派イコール反丸学堂派がピケットと、ボイコットで対抗した結果指導部を丸学童が独占し、北小路里氏を委員長に選出し、反帝国主義、反スターリン主義の方針を決定した。17回大会は、内下馬の講師であると言われる。 以個18回大会、19回大会を、丸学堂は自派のみで開催した。社学堂は組織再建に乗り出し、全次元も全学連再建協議会を結成したことから、分裂は組織形態上も決定的なものとなった。鶴谷連合は全国自治会代表者会議を計画したが、これは運動の展開を第一目標とし、行動の統一のみいって、 執行部は選出しないというものであった。1962年に川共同本体が革命的マルクス主義派と中核派に分裂した。20回大会では角丸派が中核派を締め出し、執行部を選挙、囲碁全学連は角丸派全学連としての道をたどることとなる。社学道、社政道、構え改め派は12月に三派連合を結成し、 対抗したが角丸派のヘゲモニーは動かなかった。全次連以降の日共系、全学連全臨会館を襲撃する民政部隊反日共系の党派が4分5列する中、全次連は徐々に勢力を取り戻していたが、1963年の日共第8回大会考慮をめぐって、党中央と対立した。当時全次連活動家の多くは一大改革命論を取っていたが、 日教の進行量は当面する革命は民主主義革命であることを規定したものであった。宮本主流派に反発して、春ス昌次郎らが集団離党したことから、全次元からの次々と集団離党が起こった。第17回大会を統一大会とすべく策動するも失敗し、文途派と協定して、 全次連は解体された。後に、日教系の学生は、安保反対、平和と民主主義を守る東京と、学生共闘会議を結成、1963年安保反対、平和と民主主義を守る、全国学生自治会連合に解消し7月の第1回大会では、明るく豊かな学生生活路線を採択。 1964年には72大学129次地会を結集して全学連再建大会を開催して全学連を再建した。反動的な学問を学ぶことにも意義があるとする勉学闘争の方針が持ち出されていた。この日教全学連は共産党の方針に忠実でないもの、異論を唱えるものを認めない体制であり、 シャンシャン大会に疑問を唱える者は分裂主義者であるとして急断された。構造改革派など日教を除名、脱退した活動からは、プロ学童、民学童、フロントなどの新組織を作っていった。1965年7月23日、第16回大会を開催し、日韓条約反対方針を決定する。1966年からは、総大闘争に参加し、 全学共同会議と競り合ったため各セクトとの関係が悪化する。こうした中で第17回大会では国際学生連盟代表権の所在を確認することを決議し、その旨国際学連へ紹介した。1968年国際学連のヌーリ賞記長らが代表権に関する調査で訪日し、4月に国際学連は日教系、 全学連の代表権を承認した。1968年10月21日の新宿騒乱に参加し、ジグザグでもと座り込みを行っている。第3の全学連全学連の運動潮流が分裂、再編に向かう中、1962年には憲法公聴会に反対する公聴会組織闘争と5月の大学管理法改正反対闘争が戦われた。 1963年の日韓基本条約反対、厳選機構阻止闘争はさほど高揚することはなかった。この時期に、慶応、早稲田、高崎経済大などでは、学内闘争が始まっており、後の全共闘運動につながる、社会闘争と、内下場につながる、党派対立が始まりつつあった。奥公平と、ワイダ郎の死は、この時期の出来事である。 1965年6月22日に日韓基本条約が調印されると三派系の都学連は日韓条約批准阻止を闘争課題とした。8月30日にはベトナム侵略反対、日韓条約反対の方針のもとに反戦青年委員会が結成された。1966年に入ると総大闘争の激化の中で日韓条約、 厳選機構阻止などのような政治闘争との結合の機運が高まった。この頃空港予定地の一方的閣議決定から始まる三ズ塚闘争、中国でのプロレタリア文化大革命途中その対立、ストークリー・カーマイケルらのブラックパワーの運動などが発生していた。日経系、全学連の再建を認めない三派連合と中核派は共闘路線を取り、後に脱退。 分裂をはらみながらも中核派、社学堂丸線派、社制度開放派の3派が1964年より、都学連を再建、1966年12月7日に、全学連再建全国大会を開き新たに、全学連を結成した。委員長は、社学堂の斉藤勝彦、副委員長は、青海派の高橋幸吉、社学堂の鎌地雄二、初期長は、 中核派の秋山勝之が選出された。再建の時点で3派は、ベトナム戦争に関する情勢分析や、17回大会から19回、大会までの全学連の正当性に関する認識などで対立を見せていた。この再建には、自治会権力としては少数派であった、ML 派、社政道国際主義派なども関係していた。委員長を出した社学道であったが、 1967年、明大闘争における、ボスコ問題で、斉藤委員長が罷免され、代わりに、中核派の秋山が委員長に就任することとなった。なお、構え改め派は1967年10月に、全国自治会共同闘争会議を結成している。角丸派全学連は7月13日から4日間、総大にて、第24回大会を開催し、 43自治会が参加している70年安保、ベトナム10.8羽田闘争者学童、青海派、ML 派、構え改め派と反戦の混成部隊は穴森橋で機動隊と衝突した。1967年、日本政府がベトナム戦争への加担を強め始める中で、各派全学連は対立をしつつも共通の課題に向かって闘争を行っていった。 70年安保が運動日程に上る中の1967年10月8日、日教系全学連が玉子藩でピクニックをしていたこととは、対照的に角丸派系全学連と三派全学連は佐藤栄作首相の南ベトナム訪問阻止を叫び、機動隊と激しく激突した。これは反戦青年委員会と共闘されたもので、この老学共闘の大衆的武装闘争は、 日本の反体制運動史の中で画期的なものであった。この闘争で京都大学学生の山崎弘明が機動隊に殺害される惨事も発生した。この闘争では前もった組織的な武装が初めて行われ、また武装闘争を公然化した契機であり、それは学生運動の質的転換であった。この10.8羽田について、 日教系全学連は一部暴力学生集団の挑発と非難するとともに、全臨会館事件を転機とする対立党派に対するテロ攻撃、臨時、武装襲撃を一層徹底していった。11月12日にも三派全学連はヘルメットとタオルを付け石と角材で武装して、機動隊と激突し、マスコミからは暴力集団と報道された。 1968年1月には、佐世保エンタープライズ機構組織闘争。2月には、王子野戦病院開設組織闘争。3月には、成田空港建設組織闘争があり。羽田での紅葉を引き継いだ三波全学連と角丸派。全学連は、実力闘争を行った。7月、三波全学連は、中核派全学連と、判定全学連に分裂する。 この分裂の経緯には諸説あり、不明点も多いが、いずれにせよ7月5日の拡大中央委員会が中核派抜きで行われ、秋山は委員長を罷免された。7月、中核派全学連と判定全学連は別個に大会を開き、第4インター系はその両方をボイコットした。10月21日、新宿騒乱は騒乱罪が適用されるほどの相乗となった。 佐世保闘争以降が学生に好意的であったメディアの反応であったが、新宿騒乱以降は、第一次羽田事件の頃のように学生に批判的な論調となった全共闘運動の交流、これらの大衆的政治闘争に交応して、大学内の闘争も公用することとなった。1967年から68年にかけて、 中大の学費闘争と東大の医学部登録医制度反対に橋を発する東大闘争が戦われた。また、5月21日からは日大の使徒不明期問題から日大闘争が始まるなど、この年は政治闘争と学園闘争が結合していった時期であった。神田カルチェラタン闘争に臨む全学連日大闘争と東大闘争の盛り上がりは全国の大学に 全共闘運動を拡大させた。日大闘争では、大学に抗議する学生を当局が処分したことをきっかけとして1万名の学生が結集して、全学共闘会議が結成され、3万人の学生による大衆難航にまで発展した。日大全共闘の結集した学生のほとんどが、学生活動家ではなくそれまでのんぽりだったものであった。医学部の闘争から、 学内全体に波及した東大闘争では、6月の安田行動選挙と機動隊による排除、早朝断行のものれを経て、7月5日に全学共闘会議が結成された。全共闘の学生らは、定大解体、自己批判を主張して、権力との衝突を見据えた闘争を行い、秋には全国の活動家が東大に結集することとなった。 11月22日、安田行動での日大、東大闘争勝利全国学生、総決起集会には2万人の学生が集まった。日教系は大学当局と10項目確認書を取り交わし、大学生上化に向けて封鎖中の建物への武装襲撃を行った。三波全学連を中心とする部隊が安田行動を占拠する中、1月18日、東大校内に、 機動隊が投入され、二日間の攻防の末、安田行動封鎖は解除された。時を同じくして、日大では、神田カルチェラタン闘争が行われた。個別要求闘争を超えて戦われた、大学解体の闘争は、全教等の特徴でもあったが、同時に、戦いの展望を失って動揺する性質もあり、この動揺を立て直す論理を、ノンセクトラジカルは持ち得なかった。 この感激を塗って自然発生的な全共闘運動を強固な組織性と論理を持った既存審査翼党派が参色していった。1969年9月5日、全国全共闘連合結成大会が開かれたが、もはや運動的な生命力はなくなっていた。これをもって全共闘運動は終焉を迎えたとされる。全国全共闘の全国全共闘宣言は、 矛盾を露呈する全員加盟自治会イコール、ポツダム自治会及び戦後民主主義を乗り越えたソビエトとして、ショーブルジョア的学園改良運動と革命的学生運動への両極化を乗り越え、発展させるものとしての立場をうたったが、結局は一年足らずで解散に至ることとなった。ただし全共闘運動の功用は、それ以前の時点で4分5列していた全学連と、 各セクトの名脈をつなぎ、勢力を拡大させる役割を果たした側面もあった、沖縄闘争から冬の時代へ参加全学連にとって、全共闘運動の予想外の功用は、政治闘争への障害物でもあった。これは、学園闘争が、必ずしも、安保やベトナムの問題に直結するものではなく、運動を担う、無党派大衆は、 党派の制度に必ずしも従わない性格を持っていたからであった。68年の10月21日の国際反戦例闘争を受けて戦われた11月7日の沖縄闘争は東大闘争のピークに押され、反戦、反安保、沖縄の闘争は影を潜めるようになった。この頃から全国全教闘を批判して結成された赤軍派。 あるいは中核派や ML 派による武装闘争が激化していった。佐藤首相訪米阻止闘争では2万人が結集し、羽田周辺でのゲリラ戦が戦われた。米兵連、反戦青年委員会、全国全教等の連日のデモもかいなく、6月23日に安保条約は自動延長を迎えた。自治会運動の形を取った学生による、 大衆運動は三派全学連でピークを迎え、全学連運動へと発展していったが、全国全教党の結成を境に、党派連合政治の舞台へと姿を変えた。そしてその全国全教党も、山本義孝議長の辞任によって解体し、学生運動はその全体性を完全に見失うに至った。そうした中で、角丸派対中核派、青会派の内下馬や、 連合赤軍による山岳ベース事件が発生し、これはマスコミによる批判の的となった。1965年頃から角丸派、中核派、河老教の三全学連という系統が明確化し、それと同時にこの三派間での内ゲバが激化していた。内ゲバへの批判キャンペーンは武装闘争への批判よりも人大で、格闘派、全学連から、 後続世代の学生が遠ざかるに至った。内下場によって学生運動は一時的に壊滅したとも言われる。70年代以降は学生運動冬の時代とも言うべき時代となった。そのような中でも日教全学連は人員、組織数を維持していた。1968年には徴収された自治会費は総額で日教計1億8000万円。 3波1億円、角丸派2500万円と伝えられており、この頃に全学連中数の学生による自治会費の個人的流用が問題となっていた。この莫大な自治会費の存在から、自治会掌握は各セクトにとっては死活の問題であり、不正選挙がたびたび発生したという。1970年7月7日の佳境。 青年闘争委員会による、いわゆる花王党告発をきっかけに、ブラック解放運動、障害者解放運動、女性解放運動、寄せ場の運動、地域住民闘争や、反原発闘争など、中央権力闘争を補填するような具体的な、戦いが推進されるようになった。この告発は、直接的には、露光橋事件33周年大会の準備過程で、 中核派の全国全教闘小規局員が差別発言を行ったことの告発であったが、国際主義を掲げる革命的左翼の内実の不十分さを浮き彫りにしたものであった。1972年11月8日、早稲田大学学生の川口大三郎の遺体が東大病院前で発見された。川口は中核派進派とみなされ、角丸派によって殺害されたとされる。 川口をン地していたところ様子が急変し、応急処置をしたが死亡させてしまったというのが、行きさつであり、中核派によれば、中核派の威力に恐れた、角丸派が中核派の全学連戦士であった川口を虐殺したのだという。角丸派全学連は事実関係を公表し、謝罪することとなった。中核派の状況を70年安保闘争の前後には、 中核派全学連は過激な武装闘争を繰り広げた。中でも1971年11月14日の渋谷暴動事件や同19日の日比谷暴動事件では街頭を大混乱に陥れ、社会からの大きな反発と警察からの大量検挙を受けた。これによって中核派系全学連の運動は大打撃を受け衰退することとなり、また中核は 非公然の軍事組織を中心とするテロゲリラにシフトしていったことから、全学連は街頭闘争の戦闘から姿を消していった。その中で、中核派全学連は三理塚闘争を最大の闘争課題とし、また国鉄分割民営化阻止を掲げた浅草橋駅放火事件などの実行部隊として参加することもあった。そとしての学生による運動は70年代にはその、 実態を失い、五流二十三派と呼ばれる党派においても、もはや活動家は、学生よりも労働者が主体となっていった。学生運動の母体であったはずの全学連や、自治会の地位は低下していった。1980年代に入ると、各派の全学連大会参加者は3桁まで落ち込み、加盟数も84年時点で、日教171校362自治会。 角丸16校25自治会、中核派5校10自治会、青海派4校10自治会となっていた。一定の組織を保っていた日経系でさえも83年3月の第34回定期大会で、それまでの交渉数であった300校40万人を217校36万人に下方修正するに至った。また、80年代までに国立大学では、 自治会費の代理徴収制度が廃止され、自治会費の不足で全学連への単位自治会からの機関次第上納ができなくなるような状態に陥っていた。そのような中、1987年の国際学連大会で日経系全学連は27年ぶりに初期長のポストを回復し、初期局に代表を送っている。1990年代に入る頃には、 全日本学生自治会総連合を名乗る団体は4、団体存在していた。角丸派の状況、奥島高安が学長に就任した1994年以来、早稲田大学は角丸派勢力の学内からの排除に乗り出した。1995年、小学部自治会が公認取り消し、自治会被代理徴収廃止されたことを皮切りとし、1997年には、 早稲田再プログラムの広告収入を角丸派の支配下にある早稲田大学新聞会に横流ししていたことが発覚し、早稲田祭りを中止した。小学部自治会の公認取り消しは、資金の枯渇を意味することから、全学連は連日の講義を行ったほか、自治会費の引き渡しを求める訴訟も提訴した。対して角丸派は早稲田大学学生部長宅の電話を盗聴する。 事件を起こした。1999年以降は、角丸派系が1960年代以来支配し、自治会補助金を角丸派系、ダミーサークルに分配するために用いてきた文化団体連合会に対し、早稲田大学当局は一切の交渉を拒否することを決定した。日本共産党系の状況日本共産党系の全学連は、 1997年頃には、薬害エイズ訴訟支援や災害ボランティアによって、多くの学生を獲得した。中核派の状況1990年には、90年天皇決戦と称して、中核派全体で124件ものゲリラ事件を引き起こし、これによって、警察の取り締まりが一段と厳しくなったことから、活動に嫌気がさした、学生活動家の相次ぐ離脱が起こった。 そのような中でも中核派全学連は法政大学を不抜の拠点とし自治会費の代理徴収で多額の資金を確保し同学生会館を鉄板で要塞化し活動家を常駐させていた。しかしその法政大学でも中核派排除が始まり、1995年に第一法学部自治会、1996年に第一文学部自治会が公認を停止され、 大学が預かっていた自治会費は学生に返還された。これに対抗して1997年に法政大教授宅に次元発火装置で放火するも法政大学はこれに屈せず排除を進めていった。岡山大学では1995年に学友会が公友会への発展的解消を決定したが中核派全学連はこれを大学当局の介入が あったとして反対運動を展開した。同年東北大学と広島大学では、フランスの核実験に反対するストライキが決行された。解放派の分裂1999年に、上部団体である川老郷狭間派の分裂とともに、解放派系全学連が、川老郷現代社派系と、川老郷赤取り出社派系の二つに分裂した。これ以後、 全日本学生自治改装連合を名乗る団体が後、団体存在することとなった。1999年から分裂に伴う、内下場により活動家が大量に逮捕され、九州大学から解放派系の活動家が消滅した。また、明治大学は、内下場の激化を理由として、自治会への便宜教養を停止した。2015年の平和安全法制反対運動で、 国会前に掲げられた全学連期2007年時点で審査翼が掌握する自治会数は最盛期の90自治会から26自治会にまで減少した。この大幅な体調の理由には学生の価値観の多様化、度を超えた学内運動への当局の管理強化、セクト思考、行動パターンへの学生の嫌悪観の顕著化などがあると考えられている。 1997年から2007年の間の10年間、角丸派系を除く他のセクト系は活動家数を減少させ続けている。角丸派の状況1990年代後半から2000年代前半にかけて角丸派系全学連は勢力を維持し続けていたが、国学院大学、専修大学などでの体育会系学生による角丸派系執行部の役員就任阻止や、 琉球大学自治会選挙での全学連合体を公約とする学生の立候補などに見られるような一般学生の反発が顕在化し始めていた。2000年、早稲田大学で自治会潰しへの批判運動を行う一方で、社会科学部自治会と文化団体連合会を死守すべく大学側の自治、回避しと監査を受け入れるなど困難を織り混ぜた対抗策を繰り広げた。 2001年、早稲田大学で新学生会館が完成したことに、伴って第1、第2学生会館などに退去命令を出したことに、対して7月31日から8月1日にかけて、学内と大学周辺で一般学生を巻き込んだ抗議行動を実施した。2002年、早稲田大学の抗議にゲストスピーカーとして招かれた安倍晋三が、核兵器の使用は、 意見ではないと発言したことに関して、大学当局への質問状と内閣府に対する安倍の官房副長官辞任を求める要請文を提出した。また同年、神戸大学でゼミナールとして自衛隊と共同で研究を行う安全保障共同ワークショップが実施されることをめぐり、大阪経済大学や奈良女子大学の学生を動員して、 神戸大学の有事研究を許さない会を結成し、大学当局への追求に取り組んだ。2003年、数回にわたってアメリカに活動家を派遣し、アンサー、キャンパス反戦ネットワークなどの米国の反戦団体と交流した。2004年、早稲田大学は社会科学部自治会への便宜教養を見直す方針であることを通告。2005年3月2日、 早稲田大学当局は、社会科学部自治会の公認廃止と自治会室分け渡しを決定。全学連は公認廃止無効を求める訴訟を申し立てたが2007年に東京地裁は訴えを退けた。2005年、角丸派進派で大阪経済大学元教授の里上、上江特任教員が任用取り消しされたことに反発し抗議活動を展開した。2005年3月、 1970年代以来、角丸派、全学連の早稲田大学支配の中核を担ってきた、社会科学部自治会が公認廃止を決定された。角丸派全学連は、全国から100人程度の学生を結集させ、公認廃止反対のアピールを行ったが、一般学生には、自治会イコール角丸との認識が浸透していたことも、あり、一般学生を巻き込んだ運動に発展することは、 なかった。また、早稲田大学で角丸派系と目されてきた、小学部分、一文、二文、社会科学部の自治会と、文化団体連合会は、学部長宅登庁事件の際には角丸派との関係を否認し続けていたが、この際、丸学童角丸派早稲田支部は、上記の団体が角丸派の支配下にあること、解放市場で公然と認めた。二千五年五月三日、 早稲田大学の学生を中心とする活動から40名が、外戦中に、右翼団体構成員、約60名と口論となり、乱闘に発展する事件が発生。翌日奥野委員長らが、解放者で記者会見を開き、国家権力が仕組んだ右翼の襲撃であると断崖、後日国家賠償請求を提訴した。二千五年十一月、大阪経済大学の職員と活動家が、 もみ合いとなり、石原勝也学友会委員長が職員から暴行を受けたとして謝罪を要求した。大学当局は暴行は狂言であるとして謝罪を拒否し、11月10日には実地会の公認廃止と実地会費、学友会費の代理徴収廃止を決定した。2006年1月、角丸派系が30年以上にわたり支配し、関西における 不抜の拠点としていた大阪経済大学での縦看板制限をめぐり大学職員に暴行した活動確認逮捕。これを受けて角丸派系自治会、サークルは非公認化される。大行大で活動していた角丸派活動家は10人であったが、学籍を持っていたのは前日の5人のみであり、その5人も他大学から移ってきた既存の学生活動家であった。 これにより、大行大での同然学連の影響力が大きく後退する。大阪経済大学から角丸派が完全に締め出されたという分析もあり、また堀部康史事郎によれば、早稲田大学社会科学部自治会の公認廃止よりも大きなダメージを角丸派に与えたという、同年高畑伊佐を招いて講演会を開催。 日本共産党系の状況中核派の状況を2000年6月、解放派内ゲバの感激をつく形で、九州大学学友会の主導権を現代社派から奪取。また、同年11月21日、東北大学において3年ぶりにバリケードストライキを行い授業をボイコットした。2001年6月、1991年頃から、 活動が見られなかった広島大学学生自治会を再建。同年、東北大学、有友寮の配慮決定に対し全国の学生活動家を東北大学に結集させて反対運動を実施。2002年、イラク反戦運動に乗じて、止めよう戦争への道。100万人署名運動の大学連絡会を立ち上げ、空白大学での自治会建設の足場づくりに努めた。 同年、法政大学第一経営学部自治会が公認停止。2003年、イラク運戦運動に乗じて、セクトイーロを隠蔽した、英語表記の名称の反戦学生組織を相次いで10団体設立した。その中でも、法政大学の活動家が中心となって立ち上げた、ストップウォー・ワールドアクションは、大学生や高校生に呼びかけて渋谷などでパレードを行い、 最大1000人の参加者を集めた。また同年、東北大学では配慮が決定していた、ありとも寮で入寮者の自主募集を行ったがこれに、応じて入寮した学生に、定額処分が下され、自治会は、国会議員5人を含む、文化人ら30人を賛同者に据えて、処分撤回と配慮撤回を求める、申し入れコードを実施した。2004年、首都圏での最大の拠点であった、 法政大学において全学連書記局を置いていた学生会館が取り壊され反対運動で延べ42人逮捕。また、同年、独立行政法人化に伴い、東北大学が東北大学学生自治会を公認廃止。同年、法政大学が第二教養部を廃止したため、第二教養部自治会が有名無実化。2005年にはノンヘルメットスタイルの ソフト路線勧誘を実施、東北大学自治会は、サッカー日本代表トルシェ監督の通訳であった、フローランダバディの講演会を開催したところ、高校生を含む約300人が詰めかけた。また同年、広島大学学生自治会を再建。2006年2月から、法政大学が実施した、縦勘板、微略張り規制に関して、同3月14日当局の、 経営学部自治会の無届け看板撤去に抗議していた小田委員長、内海副委員長、中島副委員長、原田副委員長らを全学連幹部やノンセクト活動家など29人が建造物侵入と威力業務妨害の容疑で逮捕された。逮捕時には約200人の公安警察が動員された。中核派はこの事件を2006.34。2006. 法政大学弾圧事件と少し強く反発した。25日には29人全員が釈放され、そのうち法大生であった5人には、定額や退学処分が下された。その後、処分生5人は、3.14法大弾圧を許さない、法大生の会という団体を結成、学内外で抗議活動を行った。また、退学処分を撤回せよ。 法政大学統一 OB 会も結成され闘争を支援した。大学側は警備員を常駐させるなどして対処している。06、7年中に定額学,学生に対して無期限定額や退学など追加処分が下され、逮捕者は40名を超えている。直近に大阪経済大学での格丸派全学連と当局の衝突と方向が発生しているにもかかわらず、 その二の舞とも言える行動が取られた背景として、中核派全学連が縦看板を禁止されることは、実質的にキャンパス内から排除されたも同然である、ことに相当に焦燥していたことが指摘されている。同2006年10月、富山大学は学生自治会を非公認化し、2007年3月末を限度に自治会室分け渡しを通告したが、同自治会はこれを拒否し、 少なくとも2008年当時点まで選挙を継続していた。東北大学、有友寮では廃寮に反対して、選挙を続ける学生の寮分け渡し訴訟の上告審が棄却12月に寮の封鎖が強制執行されその際活動家一人逮捕。この頃、大学当局による締め付けが強化される中で、 通信教育制度を利用した活動家の送り込みに取り組み始めたほか、インターネットを利用したオルグを行い、実際に活動家を獲得しサークル建設などを通じて拠点化を進め始めた。2007年4月27日、退学処分に対する中核派などのデモ中、全学連活動家の学生ら2名が、大学職員への暴行容疑で逮捕された。また同年、 九州大学学友会を掌握していた学生活動家が除籍され影響力が低下。同年法政大学では縦看板撤去の妨害などで少なくとも34人逮捕。同年九州大学学友会が自治会費を指摘横領したことが発覚し、活動家4人が逮捕、学友会は事実上壊滅した。2008年5月、法政大学文化連盟を廃止し、 サークルを登録制にした法政大学に対する抗議集会などを行い、全学連活動から33人逮捕。2008年7月、全学連ほか3団体による3.14放大弾圧を許さない放大生の会が放大弾圧ぶっ飛ばせ、7.24全国集会を開催し、この集会の前後に法政大学敷地への建造物侵入で3人逮捕。 2009年4月24日、東京地裁による、乗船活動禁止10日処分命令、大学側による処分発令などに対する、中核原による抗議集会とデモにおいて、全学連活動家の学生ら6人が、公務執行妨害などの容疑で逮捕された。川老郷赤取出社派の状況2000年、内下場の続発を理由として、 明治大学は代理徴収した学生自治会費の給付凍結、大学祭の中止に踏み切った。2001年、明治大学の学生自治会が公認停止。また、大学祭に同然学連支配下の自治会、サークルの参加が認められなかったことから、これに抗議して、明治大学が委託している警備会社の社長宅や農学部教授宅などを放課した。2007年、 九州大学学友会を掌握していた中核派全学連活動家が助席3月の学友会大議員総会で赤鳥りで派全学連がヘゲモニーを奪取委員長不在時は委員長以外の執行部メンバーを職名とともに委員長欄に記載する後に言論審査翼活動などで著名となった執行部メンバーや後に 委員長に昇格した執行部メンバーについては、特記事項に記載する。1960年代に関しては2杯以上が関係した。全学連にて副委員長初期長名を記載することがある。1960年から1969年末まで1970年から1989年末まで。例えば1984年時点には日本共産党系。 角丸派系、中核派系、解放派系、文都系、第四インター系の全学連が存在していたが、この委員長一覧には、現時点では、ほとんどの委員長名を記載していない。2017年時点で、日本共産党所属の参議院議員、日本共産党中央委員会初期局長の小池、は、田は、1985年に、全学連の副委員長に就任していた。 1990年から1998年末まで1999年以降、ありがとうございます。